信金中央金庫は創立70周年を記念し、 SDGs を踏まえ企業版ふるさと納税などを通じて地域の課題解決と持続可能な社会の実現につながる地域創生事業を信用金庫とともに応援し、地域経済社会の発展に貢献するため SCB ふるさと応援団を創設。地域に根ざした存在である信用金庫と地方公共団体が連携して事業を実施し、 SDGs への貢献につながる地域創生事業の実現を目指しています。なお、令和2年度は全国98の地方公共団体へ計約10億円の企業版ふるさと納税による寄付を実施しました。本スキームにおける地方体からの申請にあたりましては、 SDGs の17のゴールの中から必ず申請事業に関して関係の深い項目を最大4つまで選択していただいております。これによりまして、 SDGs への貢献を目指す信用金庫と地方体が地域の課題解決に向けて連携しますとともに、実行面でもコミットメントすることで実現性や継続性を高めることとしております。2020年度は101事業に対し総額9億9800万円の寄付、2021年度は85事業に対し8億4200万円の寄付を実施させていただきましたが、2020年度の SDGs 目標の設定状況につきましては、働きがいも経済成長もが77事業、住み続けられるまちづくりをが69事業、パートナーシップで目標を達成しよう、こちらが55事業ということで、上位3項目となっておりました。そもそも信用金庫は法制度的に、営業地域が一定の区域だとか、あるいは本店所在地周辺に限られておりますので、自分たちが所属している地域が元気になれば、おのずから巡り巡ってこう自分たちも元気になると、そんな密接な関係性が地域と信用金庫の間ではございます。そのため地域のためになることであれば、最優先で取り組んできたっていうのが信用金庫と地域の関係なのかなというふうに思っております。今回の全国から寄せられました寄付対象事業の内容を拝見いたしましても、信用金庫と地方体の皆様の結びつきの強さですとか、あるいは地域創生にかける思いの強さというものは再認識させていただいております。もともと信用金庫は共同組織金融機関でございますので、公共性の高い存在とは考えておりますが、現代は一般企業であっても積極的に社会課題の解決であるだとか、あるいは社会価値を生み出すということに取り組んでいかないと、意識の高いお客様だとか株主の方々、あるいは従業員の支持を受けられなくなりますので、社会貢献というのは単に社会的倫理的に求められるものではなくて、長期的に成長していく上での重要戦略にもなるのかなというふうに考えております。そうした中で、信用金庫が地域内で持っております信頼性やネットワーク、あるいは資金供給機能というものは、地域の問題を解決する上で大変大きな力になっていると思っております。それを信金中央金庫の国内海外のネットワークとつなげることで、さらにインパクトは大きくなるのではないかと考えております。一方で、地方体の方々は条例や規制という形で、社会のルールを作る大変大きなお力権限をお持ちでございますので、この両者ががっちり組んだら地域社会にも大きな貢献ができるのではないかと考えております。今回のふるさと応援団が少しでもそのお役に立てればと考えている次第でございます。今世の中全体が持続可能な社会づくりということで、サスティナビリティということ大変注目を浴びております。SDGs も当然その考え含んでおりますが、前提としておりますが、やっぱり信用金庫の活動というのは、そもそも設立の当初から、そのあたりに関して非常に強く認識して、また実行に移してきたかなと、それがある意味では社会の信用というかですね、発展にも貢献できているのではなかろうかというふうに感じております。でただ、それに慢心することなくですね、改めて自分たちがそれぞれの地域で何ができるかということをみんなで考えながら、あるいは周りの意見なんかもお伺いしながら貢献していければなというふうに考えております。